コペンハーゲンのオペラハウスから見た、アマリエンボー宮殿、アマリエンボー宮殿の地図、アマリエンボー宮殿は、デンマークの首都コペンハーゲンにある冬の王宮である。この宮殿は、八角形の広場の周りに配された、典型的な四つの六ココ町の宮殿からなる。広場の中央にはこの宮殿の造営者である、フレデリク五世の騎馬像がある。女王の滞在中には、デンマーク衛兵が、 午前11時30分に、ロゼン傍城からコッペンハーゲンの通りを通過し、正午にはあまり遠望宮殿の前で衛兵交代する。宮殿前広場は市民に開放されており、衛兵交代式も観光行事となっている。また、1863年から1947年までの国王たちが使用していた寝室や持ち物などが公開されており、 当時の王室の暮らしぶりを知ることができる。もともと、この宮殿は4つの貴族のために造営された。しかし、クリスチャンスボージョ上が1794年2月26日に消失し、王室がこの宮殿を購入し、居所を移した。それ以来、歴代の国王とその家族が4つの宮殿に居住するようになった。ありがとうございます。